カプロニカンピニエヌカプロニカンピニエヌカプロニカンピニエヌとは1940年に初飛行したモータージェット推進のイタリア製航空機である CC2 と呼ばれることもあるが正式名称ではない1931年イタリアの技術者セコンドカンピニはジェット推進機の有効性についてイタリア航空省に独自のレポートを提出した 翌1932年、カンピニはジェット推進で動くボートを製作し、ベネツィアでデモンストレーションを行った。これらの末、1934年に航空省は理論を実現するためのジェット航空機の開発をカンピニに許可したのであった。カンピニが設計したジェットエンジンは現在広く見られるものとは異なり、今でいうモータージェットであった。すなわち、 本機は3段の空気圧縮機を備えていたものの、その圧縮機を駆動する 900HP のレシプロエンジンも搭載していた。ジェット排気は、まず、レシプロエンジン駆動された圧縮機によって、機体全部から吸入、圧縮された空気を機体後部に導き、そこでガソリンと共に燃焼することによって得るという機構であった。完ピにはこの構造のエンジンをサーモジェットと呼んだ。 なおこの用語は、今日では特殊なタイプのパルスジェットエンジンを指すことが多い。なお、N1 は、機体後部で燃料の燃焼を行わなくても、飛行することができた。実は得られた水力の大半が、レシプロエンジンで駆動される圧縮機により、生み出されていたためである。同様の事実は、実際に製作された他のモータージェットにも言えた。これらから、カンピニが設計したものは、 ジェットエンジンとは言えず、むしろ胴体内にプロペラを備えた、ダクテッドファンエンジンという方が本質を言い表していたのかもしれない。N1 はターボジェットエンジンが普及する以前に、ジェット機のテストモデルとなることを期待されたが、第二次世界大戦の開戦もあり、結局、有用な結果を残すことはできなかった。完璧には N1 のために、以前に世界初のモータージェット機である。 コアンダイコール1910を開発した実績のある航空機メーカーのカプロニ社と協力して2機の試作機と1機の地上テスト機を製作した。N1 の初飛行は1940年8月27日にテストパイロットのマリオデベルナルディによって行われ無事に終了した。この結果を受けて当時のファシスト政権は世界で最初に飛んだジェット機と N1 を大々的に宣伝した。 しかし実際には、その約1年前に、ターボジェット機である HE178 がドイツで、秘密裏に初飛行に成功していた。初飛行後も N1 のテストは続けられたものの、特に有効なデータを残すことなく1942年に、開発は放棄された。その後、試作機のうち1機は、機密保持のため撤退するドイツ軍の手によって地中に埋められ、後に、 イギリス軍により回収されたものの、一通り分析された後にスクラップにされた。他の飛行可能な一機は工場に収容されていたために、難を免れて、現在はローマ県のビーニャディバレ航空博物館に展示されている。また地上テスト機も現存しており、ミラノ航空博物館に展示されている。ビーニャディバレ航空博物館で展示されるカプロに カンピニーへ一同時代に開発されたターボジェット機。ありがとうございます。